ジャン君おはよう。ポンちゃんおはよう。あ、失礼。ジャン君、今日も暑そうですよ。なんか雨も降るかもって言ってたよ。言ってたね。大変だよ。今は天気のところも気をつけましょう。次亜鉛素酸水を公民館までもらいに行ってきました今ね、うん、で、帰りに冷やし中華買ってきて食べましたよーん。そしてまおいママさん用には追い卵、錦糸卵にしないで薄いだけのやつを作って置いてきたから早く食べてね。ということで今日も始まり始まり、はい、引き続きムーグラフさんやってみます。これは以前にですね、ざーっと見ているときにちょっとやってみようかなっていうんでやったことのあるものです。ただその時にやった時よりも少しだけ今、理解力がついているので、復習ということでやってみます。はい、こういうやつですね。もうとにかく次々作っていきます。あ、こういう中でですね、意外と平面レイヤーって何のためにあんのとかね、いろいろものすごくこの低レベルなところに疑問はたくさん山積みになっていますが、これもやりながら、なんとなく分かっていくという形を今のところ取ります。最終的にはですね、ガイドブックを一冊買って、読んでみます。読むときにやっぱりこのチュートリアルをね、 YouTube で、参考にしながら全部作ってからだと、これは読むのは楽になると思います。ああそういうことだったのかの連続になると思うので、ちょっと楽しみです。さて、いよいよこのキャラクター系のが出てきました。からですね、で、このイラストはこのムーグラフさんが作っているやつなんですが、これをサンプルでダウンロードできるということですが、絵描きのプライドがということではないんですが、キャラクターを作ってみます。ジャン君、ジャン君、はい、フルビー、
お勉強の途中ですけれども、Mac の、調子がドロドロになってしまって重たくてですね、今いろいろやっているところです。